소개해주세요안녕하세요저는25살서울에살고있는김은지라고합니다4개월전에처음시사일본어학원에왔는데어느덧야이뽀이뽀단계부터시작했는데어느덧페라페라단계까지왔네요시사일본어학원을선택하게된이유는뭘까요처음선택하는만큼신중하다고생각했기때문에시사에다닌적있는친구의추천을듣고홈페이지커리큘럼을확인하던중에내용이좋아서바로등록하게되었습니다日本語をどうして勉強しようと思いましたか将来に何をするか探している最中に日本の東京に旅行行ったんですがその時日本の雰囲気や食べ物などの魅力を感じああ本当にここで住んでみたいと思いましたそのために留学の行った上で就職することを決心しましたそれで今留学のために日本語を習っています日本語の魅力または面白い点は何ですか韓国と似ている発音がたくさんあるから聞くたびに面白かったですさらに習った文法をいつの間にか会話に使っているのも楽しかったですうんじさんだけの日本語勉強の計画はありますかあまず日本に行く前までペラペラの授業を聞きながら難しい漢字と読解の授業を聞こうと思っています、はい、そして12月に JLPT の試験も受けて JLPT も取りたいです1年後のうんじさんに向けてメッセージをお願いしますまだ日本語が難しくて苦手だけど諦めず最後までしてくれてありがとうコツコツ一生懸命勉強してほしいもっと頑張ろうできるよ